とかアクセサリーみたいな形に加工されるとまた別なんですよね、うん。一時何でしたっけ、なんだあれ、ほらマイナスイオンで流行ったでしょ、はい、でトルマリンとかさ、はい、そういう身につける、はい、あったじゃないですか、パワーストーンみたいな、パワーストーンみたいな、はい、うん、まあ特にトルマリンは放射線出してますね、はい、それからあここにもあるけど、岩盤浴ってあるじゃないですか、はい、岩盤これ岩盤浴の今だもんね、岩盤浴の石の一つなんですけど、はい、なんかとある岩盤浴屋さんが、はい、うちのはよく汗が出てて、すごい汗がサラサラしてていいってお客さんから評判なんで、なんかいいものが出てるんじゃないでしょうか、はい、放射線とか言うて持ってきやってなかったらほんまに出れてんけどね、放射線、岩盤線出てますか、あ、出てるんですか、うん、どこでもでもだからそういうことで何でも自然放射線にが入って自然放射線を出す物質が入っているものっていうのは世の中に5万とあるので、その中に実はそうやって意外と一時流行したものもあるんだということやな、だ今のトルマリンなんかまさしくそうですし、メガノン岩盤浴もトルマリンもそこまで大きくないですよね、線量大きいんですかね、うん、大きいのもあるよ、大きかったら危ないですよね、それね、調べてるよ一回、あれどこやったかな、これも環境省やったかどうやったか、はい、データ出してますよ、いろんな商品、あ、消費者庁、消費者なんとかセンターか、はい、がいろんなそういうトルマリン系のものを買ってきて、はい、実際に測ったりしてますけどね、はい、そうすると、まあ、大体がああいうトリウムとかウランとかそういうのが入ってるのが多いんですけども、はい、結構出てるのあるよ、ええー、というぐらい、それを毎日以降身につけてたらほい、まずいですよね、まあ、まずいかまずくないかほんな、まあどうせ低いレベルの話だから、あ、そうなんですかね、うん、ウラン連合を付けたら危ないですよね、ずっと危なくないよ、2ミリ周囲とかに何が起こんねんちゅう感じだけど、火傷だったら火傷が起こる線量はいくらって決まってんのも、はい、だからそれを超えることはないですよ、あ、そうなんですか、うん、だからそういう意味では安全なんですけど、いや、言いたいのはつまり意外とその我々わーっと飛びつくようなものの中にも実は放射線入ってるものや放射能入ってるものがいっぱいあるんだと、そんな危ないと思って誰も使ってないけど、